眠れないほどどんどん好きになってしまうからだんだん怖くなって君、どれがお醤油か分かるようになったのね。さすがにこんだけ見てりゃな、嫌でも覚えるぜ。それでも偉いわよ。そうか、はあ、おいリンド、お前もなんか欲しいもんあったら言え。この俺様がバッチリ取ってやるよ。もう我慢ならない。なんだよ、いきなり立ち上がって。お前はどうして毎朝毎朝うちの食卓に居座るんだ。ああ、別にいいだろう。つうか俺様の分の飯作っといて言うセリフか。癖で人数分作ってしまうんだ。それもこれもお前が悪い。そもそもの問題は食事じゃない。どうしてお前がうちに入り浸っている。どこに行こうと俺様の勝手だ。締め出したいなら魔除けの結界でも張ってろ。物理的に防ぎたいんじゃない、その心を改めろ。毎日朝晩食べていて、お前は懐いた野良猫か。飯のために来てんじゃねえよ、リツカに会いに来てんだっての。妹が目当てならなおさら上がり込んでくるな。そうよリンド、将来の弟は大事にしないと。何言ってるんだ、俺はまだこいつを弟だと認めていないからな。
そうだった。この状況で非常に不服だが、悪い、先に出る。おい、メイジ、俺がいないからってくれぐれも妹に妙な真似をするなよ。へいへい、わってるって。なんだその言い方は。わかってる。いいか、何かされそうになったら大声を出して逃げるんだぞ。じゃあな。何が逃げろだ。俺様のそばより安全な場所はねえだろうが。の、お前もそう思うだろ。だよな、よくわかってんじゃねえか。さすが俺様の女だ。ほらほら、あなたたちも早く食べちゃいなさい。洗い物はやっておくから。今日はリンドがいなくてせいせいするぜ。なんだよ、お前は俺様と二人きりで嬉しくねえのかよ。言い方って、例えばどんなだよ。甘くってのはよくわかんねえが、体使えってのは納得だぜ。こんな感じだろ。よっと。なんだよ、注文が多いな。この格好悪くねえし、今日はこのまま投稿しようぜ。ジタバタしたって意味ねえぞ。ま、今回は許してやるとすっか。そんな難しい顔すんなって。とにかく今は二人きりの時間を楽しもうぜ。はあ？
なんでそうなんだよ。別に嫌じゃねえけど。ほら、もう勝手に掴んでろ。なあ、今日の放課後時間あるか？だったらよ、その俺様とデートしようぜ。なんか必要なもんがあんならその時に買えばいいだろう。悪いかよ。よし、決まりだな。ああ、そうそう、リンドには内緒にしとけよ。じゃないとまたうるせえからさ。ゲーセンのパンチングマシーン、ひ弱だけど面白いとこあんじゃねえか。そういや、お前なんか買うとか言ってなかったか？ああいいぜ。で、何が目当てなんだ？
リンドに。なんであいつにプレゼントなんかやんだよ。別に礼なんていいだろう。あいつだって好きでやってんだろうし。お前さ、なんでそんなにリンドのことで一生懸命になってんだ。お前の一番は俺様じゃねえのかよ。家族は大事だよな。わかった、買い物付き合ってやる。代わりにさっきのもう一回言え。だからお前の一番は誰だって。ならいいんだ。で、どっか当てはあんのかよ。ああ、いいんじゃねえの。へえ、なんか女が好きそうな感じだな。猫の店番だ。漫画じゃあるまいし。ガキみてえにはしゃぎやがって。さっきから猫が可愛いだのなんだのって言ってるけどよ、つうかこの猫お前に懐きすぎじゃねえか。お前は俺様のもんだってのによ。やっぱ二人きりだとお前を独り占めできていいな。思い切って誘ってよかったぜ。そいつで遊んでるお前の方が断然可愛いんだよ。つうかこうしてっと
お前も猫みてえだな。いや、懐っこいから犬か。その割には頭撫でられて嬉しそうじゃねえか。またここに来りゃいるんじゃねえのか。それより雑貨見なくていいのかよ。目星はついたか。まあ確かにそうだな。あいつはお前からのプレゼントなら何だって大喜びするだろうよ。お前んちって本当に仲がいいよな。普通ね。そうじゃねえけど、なんか変な感じでよ。家族なんてもん二度と縁はねえと思ってたからな。んな顔すんなよ。お前んちは居心地いいぜ。あのうるせえ兄貴も含めて。ま、あっちがどう思ってるかは知らねえけどな。そうかよ。なんか体が痒くなんな。けどよ、気にかけてる割にしょっちゅう怒鳴るし、清水振りまくし、ありゃなんだ。
兄貴へのプレゼント、ガムテープでいいんじゃねえか。口に貼っとこうぜ。冗談だっての。で、どれ買うか決まったのか。絵柄？なことまで考えなきゃなんねえのか。んじゃあこれにしとけよ。よし、決まりだな。早速買っていくとするか。あ、そんなに気に入ったのか。だが、だったらあと2つ選べ。そうに決まってんだろう。リンドだってお前らとお揃いの方が喜ぶだろうよ。うるせえけど、あれでも俺様の兄貴みたいなもんだしな。はあ？お前とお揃いなのはいいとして、リンドともお揃いになんじゃねえか。まったく、しょうがねえな。なあ、お前は欲しいもんなんかねえのかよ。いや、やっぱ言うな。今度なんか選んできてやるから楽しみにしてろよ。喜ぶに決まってんだろ。俺様とお前で選んだんだぜ。あれが、メイジ・ガンガルッチは。
気合入ってんな。リンドが作ってんだろ。毎日毎日よくやるぜ。いや、楽しそうなところ悪いけれど、幼馴染殿から呼び出したよ。蝶々も一緒にね。呼び出し？来てやったぜ、レム。俺様たちに用事だって？ああ、実は忠告をしておこうと思ってな。魔界でよからぬ動きがある。メイジ・ガンガルチュアが人間界にいる間に弱体化したという噂が流れているらしい。なんだそりゃ。俺様はこんなにピンピンしてるってのによ。しかもその噂が呼び水となり、ガンガルチュア家を潰そうと目論む一派が動き出したようだ。俺様は没落した後、たった一人でのし上がってきた。俺様を気に食わねえと思う奴もいれば、脅威だと排除したがる奴もいる。ただそんだけだ。安心しろよ。誰が相手だろうが、返り討ちにしてやるぜ。そんな顔すんなって。俺様のこと信じられねえか。信用ねえな。暗い顔されっと、こっちが調子狂うんだよ。そうやって怒ってた方がお前らしいぜ。心配しなくても俺様はやられねえよ。さあな、魔界じゃやるかやられるか。俺様を倒して名を上げたい奴は山ほどいるだろうよ。
久々に体が動かせそうだな。どっからでも来やがれってんだ。お前だけの問題だとは思うなよ。分かってるっての。まだ不安そうな顔してやがるな。ったく、そんなテンションじゃ誘いづらいじゃねえか。これ、お前に渡そうと思ってたんだ。前に言ったろ？プレゼントだ。景気づけに今度の休みにでもパーッと遊びに行こうぜ。そうすりゃ嫌な気分なんて一気に吹き飛んじまうだろう。ようやく笑ったな。よしよし、その調子で元気出せ。ちょうどいい位置にあんだからしょうがねえだろう。撫で心地もいいし。レムの野郎はぶつくさ言ってたが、何も心配すんなよ。俺様は誰よりも強えんだからよ。